気をつけましょう。あなたは信じてくれないでしょうけど、力でも意志でも私にとって律者は大したことないの。あなたがこれから向き合うのは個体としてのイデアではなく、私が転写したある定義においての全てよ。時間を超えなさい。さあ、永遠の姿で歴史の隅々まで行き渡った英雄たちよ、その叙事詩をもう一度降臨させなさい。やっぱり前にも見た敵たちです。でもそれこそが作戦の中で最も重要な部分です。あなたは意識たちをコアのかけらに入れようとしてるの？かつてのジョイスのように。必勝策、それがあなたがコアを取り戻した本当の目的なの。でも30万分の1の力でずっと同じことができるわけじゃないでしょう。リネン、どこにでも存在する。目標ロックオン、全武装展開。歴史の美好、時間を超えなさい。歴史に名を残した当事者たちを明確な概念へと整合しましょう。司法を征伐する強い意志をここで目覚め、欲深い王権となれ。幻影ですか。本物のイデアもその中にいるはずです。急いで見つけ出さないと。次の行動座標を送ってください。エデンの星、その実力の全てを発揮する時が来ました。なるほど、断りの律者、その名の通りね。成婚計画の前ではあっという間に消えてなくなる支配者のようなものよ。空間でしょうか。いえ、どこか違う気がします。この障壁は悪くないわね。
最も暗い場所を経験することで、やっと生まれ変わることができる。では、そろそろ次のプレゼントを登場させましょう。炎に入りなさい、遺憾なき世界よ。でも、申請者に対してはこうした方が公平でしょうね。おかしい。今までのイデアと比べるとあまりにも普通です。いいえ、とにかく油断はできません。やっぱりブローニャの行動を予測できるんですね。どうやら相手がボロを出すのを待つ必要があるようです。回復しました。戦いに関しては確かにあなたはいい策士だった。でも英雄、王者、数千万人の意志、長い歴史の川にとってはどれも小さいもの。自在地位定めになる。これは成功計画が保管した全ての人生。見届けなさい、無法の万民を。あの防御体制、ウサギは何かを準備しているはずです。邪魔してくるイデアの種を早く突破しないと。ウサギの力がまだ上昇し続けてます。急ぎましょう。優れた洞察力ね。いいえ、ここで終わりです。ヨルムンガンドの幹部。転換じゃなくて正面突破するの？やっぱりあなたは記録した人生を自分の力にできないようですね。あなたはただそれを保管して再現してるだけです。保管ね。
結局断りの術者コアの構造は分散的、そうしたくはないけれど、与えたものを取り戻すことは私たちにとっては馴染みのある行為でしょ。今、彼女は思想を奪ってなかったのに。つまり、彼女は30万の偽物の思想で、コアの上限を欺いたんですか？そうね。確かにこの戦いで、あなたは私の隙を見つけ出した。でも、簡単に挽回できるような隙なら、反撃の鍵にしかならないわ。結局この戦いの鍵は、ミステルとブローニャにあるの。成婚計画の前では、断りの律者の歴史と栄誉なんて、話す価値もない。それとこれとは別です。最高の証拠は、あなた自身なんです。もちろん私は私自身の限界を理解してるけど、今までの断りの律者たちも同じでしょ。どうやらその子にも限界が来たようね。あなたが持つ他のものと同じように。呪詛詐欺！その子のことは見逃しましょう。私はあなたの過去を知っている。その子の意味も分かってる。私が求めてるのは勝利だけ。あなたを傷つけるつもりはない。あなたも全てをかける必要はないわ。現実をよく見なさい。これが無国の輪廻よ。そうですね。現実をよく見てください、ミステル。勝負はつきましたから、心配しないでください。あとのことは、あなたたちの委員長に聞いてみるといいわ。ブローニャ在地区、あなたの成長は、みんなの期待を超えている。彼女の期待もね。